2024世界リレー、5月4日、5日、バハマナッソー、パリゴリンの出場権をかけた世界リレーの2日目が5月5日、日本時間6日に行われる。日本は初日の予選で男子の 4×100m と 4×400m が共に組1着で決勝進出を決め、パリゴリンの出場権を手にしている。 男子 4×100 メートルは予選でエースのサニブラウン・アブデル・ハキーム、トーレ、を1層に起用。先手を奪うと、2層の柳田博樹、東洋大、が中国の写真業に差を詰められたもののトップをキープした。3層の上野山幸樹、住友電工、から4層の山林壮太、境大、エノパスが間延びしたが、38秒10と米国、 37秒49に次ぐ、全体2番目のタイムで決勝に駒を進めた。日本は決勝で4レーンに入り、優勝候補で7レーンに入った米国、東京五輪金で8レーンのイタリアを追いかける形に、7レーンだった予選よりもコーナーがきつくなるだけに、1層を務めるサニブラウンの走りが鍵を握る。日本は全大会でも二位。 大会実施時は3位。後に1位の南アフリカがドーピングで失格し繰り上がり、安定したバトンパスで2大会連続の表彰台を目指す。男子 4×400 メートルは同組を走った米国の失格もあって、3分00秒98と組1着、総合4位のタイムで予選を突破した。佐藤健太郎、富士通、西雄大、 ミント東京、佐藤風雅、水野、川端海と中京大クラブ、のオーダーを組んだが、45秒04のベストを持つ中島結城ジョセフ、富士通の投入があれば、さらにタイムを短縮する可能性も秘める。すでに一番の目標としてきた五輪出場権を確保し、無理をする必要はないが、 五輪本番に向けて一つでも上の順位を狙っていく。一方、決勝に進めなかった女子 4×100m と男女混合 4×400m はラウンド2で五輪出場権を目指す戦いに挑む。いずれも組に着以内にいればパリ切符を手にする。女子 4×100m は予選で44秒16の7着特選。 バトンワークはスムーズにいったものの、個々の総力で差を広げられてしまった。ラウンド2では大外の8レーンとなり、他国を気にせず走ることができる。同じ組には予選で42秒台をマークしたスペインとコートジボワールがいるが、最後まで食らいつきたい。男女混合 4×400 メートルも、予選で接触があり本領を発揮できずラウンド2に回った。 有力チームが決勝に進んでおり、予選よりも実力が白中して混戦が予想されるだけに、1層から先手を奪ってレースの流れに乗れればチャンスは巡ってくるだろう。2日目は日本時間8時5分から始まる男女混合マイルリレーの1組目に日本がスタート。女子 4×100m は8時40分から、男子 4×100 は11時。 同 4×400m は11時20分にそれぞれ合法が鳴る。大会の模様はその様子は UNEXT で生配信するほか、関東地方では TBS で10時25分から生中継される。